この間さ、うん、あの車でちょっと運転する機会があって、うん、歌舞伎町の歌舞伎町らへん運転してたの、はいはい、まあ、免許あるからな。そうそう、で、うん、やっぱ歌舞伎町ってさ、やっぱすっごい運転しづらい、うん、もうみんなもうこうお酒飲んだりとかして、もう俺らがもう言うたら一番やから、歩行者が優先やから、車なんかみたいな感じで、ね、ぶつかったもんならだってね、そうそう、車の方がほぼほぼ悪くなるから、はいはい、それを盾にさ、もうガンガン歩いとんのよ、うん、で青なってもさ、うん、こっちが青やねんで、うんうん、もう行かなあかんのにさ、うん、全然渡っていいよ、なるほどなるほど、かつくと思って、うん、まあでも次もうええわと右折して曲がって行こうと思ったら、もうほんまびっくりしたんけど、うん、この道路の真ん中で50代60代の男女のディープキス、真ん中で、真ん中でうわーと思ってマジでびっくりした。だいたい車来てたらさ、気配わかるやん、わかる、絶対わかる、マジでどかへんねん、マジで。だから意味わからんかった、俺こうやってだから知らんおっさんのあのディープキスこうやって見て、いやだからそれはもうそんな車来てもどかへん、うん、俺っていうことや、いやいや、そうなの、そのぐらい君のことっていう、マジでそうちゃう、それじゃないと、い俺だから最後な、俺の後ろにも来てんのよ車が、うんうん、タクシー来てて、なるほど、で俺が止まってるもんやから、うん、クラクションバンバンって鳴らされて、確かに確かに、でもどかへんのだから向こうからしたら、うん、このディープキスさせてるために車ここに置いてる、なんか見方みたいな、見張りやん、見張りみたいなキスの見張り、そうみたいなってやばっと思ってさ、すごくない、すごい、で結局30秒ぐらい俺待ったから、ほんまディープキスこれほんでやっとはぁみたいな、二人がもうなんか燃え尽きたよな、プハーみたいななんか息も持たへんねん、60代やから肺がな、30秒でも限界、30秒で限界、プハーってそのまま後ろのタクシー乗って乗ってバー行って、まあ、こいつはこいつじゃあ客拾えたわけ、まあ客は拾えたけどなんかすごい気持ちやったね、なんか一番損してる、目の前のディープキスしてた、ディープキスしてたやつが後ろのタクシーに乗って、うん、で今はこの前の俺の車を邪魔やと思ってるって思うと、なんか、うんなんかすごい変な気持ち、いやわかる一番損してるな、何やったんやろうと思ってさ。